自民党執行部はおそらくしてやったりというふうに思ってると思うので、うん、自民党としては維新を育てるというのが今回の選挙でも明らかになった、うん、自民党の補完勢力にしていこうと、うん、そういうシナリオで、まあ、行動している相当危険だと思います、うん、大阪と兵庫と奈良で一体となって道州制を進めようとか、うん、それは荒井知事が、ね、出たのはそれはまずかったんだろうと思いますけど、うん、まあ、普通だったらさっきも社長おっしゃったみたいに県連の推薦はそのまま党本部は追認するのが普通で、まあ、それで自民党推薦で選挙がやられたら、まあ、多分こういう結果にはならなかっただろうなと思いますし、ね、うん、でもまあそういう状況をわざわざ作って、でこのまんま行ったら負けるよと、維新が語れるよ、うん、維新に語れるよっていうことがもう事前の調査でも分かっていたにもかかわらずそれを放置したんですから、まあ、これは自民党の執行部の責任ですよね、うん、でも多分これは自民党執行部はまあ、おそらくしてやったりというふうに思ってると思うので、うん、まあ、自民党としては維新を育てるというのが、うん、まあ、今回の選挙でも明らかになったという見方をするのが、うん、まあ、僕は妥当なんじゃないかなと思いますね、うん、私も近いね、それ、はい、それでこの奈良県知事選挙だけではなくて、兵庫県の議会の選挙も、あの先ほどあの2年前の県知事選挙の話がありましたけれども、うん、そこでも維新系の候補者を、うん、まあ、わざわざ自民党本部の意向で、もともとの兵庫県連が推薦しようとしていた人物を下ろして、うん、維新系の人物を立てて、まあ、この人を知事にさせたわけですね。でそれで今回の統一総選挙を迎えて、そして兵庫県議会も維新が躍進すると、まあ、そういう構図を作りました。まあ、したがって今自民党本部としては関西はもう大阪の自民党はもう捨てると、うん、そしてまあ維新の会をどんどん伸ばしていって、うん、自民党の補完勢力にしていこうと、うん、そういうシナリオでまあ行動しているというふうに見るのが僕は一番妥当なんじゃないかなと思うんですね。そうですね。で、まあ、そのね、維新の政治がね、基本的にね、高永平蔵さんたちが政策作ったりね、うん、まあ、政党も作ったりね、はい、そういった新自由主義的なあの大阪都構想、あるいは道州制、まあ、佐島徹さんに至っては、まあ、まあ、大阪独立まで言ったこともある。そうですね、あの、で、まあ、私と沖縄の独立の住民投票がやった方がいいっていうね、うん、話をして、彼ともあの橋本さんと私がね論争したことあったんだけど、はい、あの結局逃げちゃったけど彼は、うん、そういうような流れの人じゃないですか。そうですね。で、はい、パソラもあそこのね、うん、兵庫県っていうかな、はい、あの淡路島のね、うん、あれになってるっていうね。だから関西が全域が今結局そういうふうになりつつある。だから相当危険だと思いますよ、うん、まあ、これで大阪はまあ完全に維新独裁という体制がまあほぼ出来上がりましたし、うん、で兵庫県が今その体制にだんだんなりつつあると、うん、そして奈良に今度職種を伸ばしてきたので、はい、まあ、大阪と兵庫と奈良で一体となって、はい、まあ、例えば道州制を進めようとか、うん、まあ、そういう話を進めていく可能性があると思うし、まあ、自民党の中では今でも道州制を進めようという勢力はあるわけ で、うん、で、まあ、そういう人たちが自民党の幹部にはいるわけですよね、うん、でやっぱりこう維新とものすごくこうシンパシーがあって、うん、維新を育てようという人たちが、まあ、例えば安倍さんの時だって、うん、本来はやる必要のなかった大阪都構想を実現するための法改正すら、うん、まあ、首相官邸主導でそういう法改正やって、うん、大阪都構想をどうぞやってくださいという、うん、まあ、そういうスタンスを取ってきていたわけですから、ね、まあ、長い時間かけて維新を育てていると、まあ、これがだんだん花開きつつあると、うん、まあ、そういう状況だと思いますね。